こんにちは、マシンガン山北です。神経質二の丸です。実は私たちですね、2人じゃじゃんソフトボールやってます。サインですけど、これはちょっと申し訳ないんですけど実はですね、私たち4月っていうか、もうかれこれ、私はもう今年で4年目なんですけど、3年目ですかね。3年目ですね。ということで、まあ、二の丸選手は2番バッター3番でやらせていただいてるんですけど、実は開幕戦ですね、2連勝しました。そこまでは覚えてますよね。覚えてます。で、まあ、5月はまさかのですね、まあ、こういう事態ということで中止になりました。で、私は5月30日にですね、次の試合があると思ってですね、身体作りとですね、まあ、心のメンテナンスとですね、まあ、まだ何かができるんじゃないかなっていうことでやらせていただいたんですけど、うん、二の丸選手どう思います？5月30日。いや、僕もちょっと残念ですね。ですよね。はい、メンタルがちょっと。で、次6月じゃないですか、はい、ジメジメで、もしかしたらまたここで雨が降ってくる可能性もありますよね、うん、梅雨とか。そうですね。そしたら去年と似たような展開ですよねそうですね。なんか私たちなんか呪われてるんですかね。で、ここにですね、実はもう年間スケジュールあるんですよね。年間のこう打点とかなんかあるんですよ、去年ので、今年の試合のやつとかもあるんですよね。ぶっちゃけ言いますよ、今年優勝できなかったらもうマシンガン山北、二の丸翔也ですよね。そうですね。いや、そんぐらいの覚悟ですよね。実は動画もあるんですよ。うちの絶対的なエースの、まあ、T さんって名前出しておきましょうか。うん、うん、そうですね。 T さんも確かに言いましたもんね。まあ T さんがいて、 H さんがいて、マシンガンと二の丸さん、この4人の四天王がいるんですよ、チームに。もうお笑いですよね。まあ、片やバッテリーでしょ、片や外野の2人でしょ。面白くないですか、このこれ。しかも234ってですよまあ4番は今ちょっとね、まあ、ピッチャーの影響で外れてますけど、うん、多分今年優勝僕すると思ってるんですよ。なんでと思います？いや、今まで3年間見てきてどう思います？ずっとやっぱ2位だったので、はい、いや、次こそはという。いや、でも2位ってすごくないですか？ずっと2位ですよ。いや、でも多分勝てる試合はいっぱいあるんで。いや、ずっと2位もすごいんですけど、僕はですね、一つ言います。1年目舐めてました。女性ピッチャーいて、まあ軟式上がりとか公式もやってたっていうのもあって、うん、女の子のピッチャーが投げた瞬間に、あ、打てるやろ、詰まってセカンドゴロやったんですよ。で、2年目僕の頭の上越えていったんですよ。ああ、ありましたね。うん、はい、うん、で、3年目みんな1位のチーム舐めてました。で、僕その時ヘッドストレーニングしたんですよ。もう4年ですよ。早くないですか？早いですね。私、まあ、今年こそは、いや、今年僕も言い方悪いですけど、もう4月の18日で燃え尽きたぐらい、みんな思ってるかもしれませんけど、半分燃え尽きてますからね。あれ以上の成績を出さないと無理なわけでしょ。まあ、そうですね。と、うん、いうことは、去年のですね、打率、僕確か去年ですね、2試合ぐらい来てないんですよね。え、去年骨折でしょ。骨折して決勝戦の前の試合、ね、福祉の免許取りいかんといかんって休んだじゃないですか。それなのに俺打率3位ですよ。6割5分2厘ですよ。25打席23打数15安打。しかも俺フォアボールバリつかなくないですよ。でホームラン3本ですよ。俺2試合出てないんですよ。で、僕ずーっとこれ見よったんですよ。なんすか、4の4とか 2の2とか5の4とか3の2とか4の3とか4の3とか、変態ですよね。それはすごいな。俺、僕思ったんですよ、つくづく最近思うのが、高校時代からなんでピッチャーじゃなくてバッターでいかんやつかなって未だに思ってます。そうね、中途半端に足も速いのに、で、今年目指してるんですよ、三刀流。誰もね、僕にショートさせてくれないんですよ僕センターしたいんですよ。センターなんですよ、もうそこいいんですよ、うん、もう思い切って二の丸くんセンターさせて、僕ライト行きたいんですよ、うん、なんでライトと思いますか？左投げやからですか？違います。レーザービームしたいんですよ。イチローですか？違います。大谷ですか？違います。え、どれですか？ライトですごい選手知らないですか？皆さんイチローって言いますよね、はい、大谷レフトと守ってますよ、はい、ライト守ってませんよ誰と思いますか？あれ、誰がいますか？ライトですよ。ライトですよね。はい。福留？いや、福留センターでしょ。サードからセンターでしょ。ライトも持ってなかったですか？いや、記憶ないんですけど。記憶ない。なんでライトって選んだと思いますか？あれ？教えましょうか。はい。レーザービームもしたいんですけど、ファーストのカバーという意味でライト選んでるんです。あと、ポテンヒット。うちのエース、球速いじゃないですか。っていうことが詰まるんですよ、うんうん、引っ張られることないから落ちてくるじゃないですか、うんうん、そこで僕いつも撮るときにエンターテイナー入るから飛びつかなくていいところも飛びつくじゃないですか。そうですね。だからそういうところでライトを守りたいっていうのがあるんですよ。ああ、なるほど。1番ライト山北くんとか言われたくないですか？そしたらイチロー入りますよ、大谷とか言いますよ。で、3番ライト山北くん、そういうことですよ。3番センター山北くん、どれが響きいいですか？1番ライトですね。でしょ、はい、それからですよ、もう一個ですよ。選手の交代のお知らせをします。ショート
丸々くんに代わりまして山北くん、はってなるでしょ。まあ確かにここまで二刀流なんですよ、うん、じゃあ三刀流なんと思いますか。三刀流 H さんには悪いんですよ。まさかのまさかのまさかのキャッチャーって言いたいでしょ。いや違いますよ。P なんと思います。 P ってピッチャーの P じゃないですよ。何ですか。ピンチヒットの P ですよ。大体の神様。いやここぞっていう時にパコーンってかましちゃろうかなと思って。面白くないですか。それはちょっと面白いですね。やってみたいんですよ。集中力の勝負したいんですよ。ここぞっていう時にプレッシャーを感じながら、プレッシャーを感じながら、これエキストラ行きたいんですよ。エキストラ。いやエキストラ、エキストラってワンアウト満塁じゃないですか。ああ打順何番からでもいいでしょ。あれだって決めていいでしょ。打順何番からってエキストラってそんなルールじゃなかったですか。まあ、多分あれ1番からじゃないですか。だけ一番多くですよ。ああそうか。だから俺がパコーンって満塁ホームランだったら終わりやな。ああそうですね、そうですね。そしたらこうして最高になるでしょ。それはいいんですけど、まあ、6月からでまた試合がこう始まって6、7、8、9、10あと何試合とも10試合はできるかな。うーん、去年と一緒のパターンよね。そうですね。俺はね今年こそね歓喜のお酒を飲みたいんよ。間違いないです。うん、俺ずっと飲んどるイメージなくない。飲んでないですね。何飲みようかってプロテインぐらいしか飲めないね。プロテインかなんかサプリメントぐらいしかない。サプリメントかプロテインですね。酒飲んだら基本こうなってな。早いっすもんね。ね、酒飲んだら早いっすもんね。酒飲んだら喋るかって言ったらおとなしいやん。なんか食いようかって言ったら枝豆とかしか食わないやん。まあ唯一食べるとしたらセロリのセロリかなって感じやん。っていうことで、まあこの野球のわけのわからんですね二の丸さんとですね対談したんですけど、全く面白くなかったんで、まあ、最後だけちょっと言わさせてもらいます。ちょっと待ってください二の丸さん、ちょっとつなげようってください。つなげる、どういう意味。今年はちょっと頑張ります。3年連続2位なんで頑張って1位を絶対今年は行きます。優勝します。すいません戻ってきました。もうこの日のためにですよ、4年ぶりにですよ。これストレッチで使うゴロゴロなんですよ。綺麗かもしれませんけど、昔ですね私の師匠から誕生プレゼントもらったんですよ。これの使い方も今度こう出します。それとですね私買ったんですよ足のマッサージ、こうしてマッサージするやつですね。使ってケアに力を入れます。そして必ずや私はそのうち、なんでこの帽子をかぶってるかって言ったらニューエラの帽子で、僕たちの野球帽子ってこんな少年こういう野球帽なんですよ。これを僕いつの間にか一人だけこんなことで野球やってますから、こうご期待ください。ということで、あの今日のですねなんか山北と、まあ、二の丸くんのですねなんかちょっと野球のお話終わらさせていただきますので、ありがとうございました。アウトゴーイング、おしゃべりマシンガン、山北アトレ。I'll be back.